い、皆さんこんにちは。日刊 HSK の看板娘です。大家好、我是日刊 HSK の小荣、のんちゃんです。先週の録画のビデオがですね、ネットは調子がちょっと悪くて、この間やっとアップしましたので、先週の今すでにアップされてます。もし見てない方は、ぜひ見てください。是的、上次网络不太好、所以一直没有上传、不好意思。はい、日曜日は HSK の試験がありますね。受験される方頑張ってください。直前は新しい問題を解いたりせずにノートを見たり日刊 HSK を見直したり復習してくれると、いい点が取れると思います。頑張ってください。是的、考試之前呢应该复习一下自己的笔记、然后回忆回忆、这样子的话对考试有帮助、如果就是说有些人是考试之前做很多题目、这样子的话也记不住吧、そうですね、希望大家都能取得好成绩、加油。はい、じゃあ今週の問題に行きたいと思います。ロンちゃんお願いします。好的、听力原文。女、等着急了吧、真不好意思、今天有大雾、所以飞机晚点了、害你多等了半个小时。男、没事、现在差一刻12点、正好一起去吃饭。问、根据对话可以知道什么。选项 A， 飞机早到了半个小时。B， 现在是11点3刻。C， 男的吃过饭了。D， 飞机因为大雪晚点了。はい、ロンちゃん、ポイントの説明をお願いします。这一次也是几个单词。第一个是着急，这个着有很好好几个读音，所以大家要注意一下。比如说正在什么什么，正在吃着饭。这个是着，这个是着急，然后是あせる、イライラする、気をもむ，这样的意思。第二个是晚点、飛行機の定期便が遅れる，经常晚点吧飞机。第三个是害、害する、損害を与える，我们这一次是女的害男的多等了半个小时。第四个是差。这个也要注意一下发音，因为这个字有差和差两个发音。不足する、足りない、かける。最后一个是正好，这个是時間、位置、大きさ、数量、程度などがちょうど良い。以上です。はい、日本語訳はまず女の人が焦ったでしょう。本当にごめんなさい。今日は霧が濃いから飛行機の定期便が遅れて30分以上待たせてしまったね。と謝っています。そしたら男の人が大丈夫だよ、今は12時15分前でちょうど一緒にお昼ご飯だ、と言ったんですね。で、問題は会話から何がわかるかという問題でした、はい、とすると答えは何なんでしょうか。 B、 現在是11点3刻、也就是11点45分、そうですね、はい、男の人が差一刻12点って言ってますね、还有就是有一个日语的解释是霧が濃い，但是我们中文是说大雾，就是雾很大，不是说雾很浓，所以这个也要注意一下。そうですね。中国だと霧が大きいと書いて、日本語だとまあ霧が濃いっていうふうに言いますね。日本語と中国語違う表現ありますね。对的。はい、じゃあ続いて書き取りの問題です。ロンちゃんお願いします。外面有人敲门。はい、もう一度お願いします。外面有人敲门。はい、日本語訳は外で誰かがノックをしているですね。很简单吧、只有6个字。そうですね。最後敲门だけちょっと間違えた人が何人かいたかな。また後で説明しますね。好的。はい、続いてロンちゃんからの中国語です。上一次有一位日刊读者给我发邮件说，他想问我一下，必须和必须的区别。发音是一样，但是第一个必须是胡须的须，第二个是需要的须，所以是不一样的。第一个必须呢，就是日语的，必ず何々しなければならない。比如说，必须努力学汉语。必ず真剣に中国語を学ばなければならない。这个必须还有第二个意思。就是强调命令的口气，比如说，明天你必须来，这个意思是必ず何々せよ。明天你必须来。明日君は必ず来なさい。命令の口調が入ってますね。对的。然后第二个需要的需，必须。書くことができない、必要である。比如说，
生活必需品。生活必需品。嗯嗯。再看一个例子，比如说煤铁等是发展工业所必须的原料。石炭、鉄などは工業を発展させる上で欠くことができない原料である。嗯，所以呢，我们要注意的是，需要的需这个必须呢，注意的是它的对象一般是原料、用品、物资、人力等等。嗯，只能用在这几个方面。なるほど。嗯。そうですね。はい。この違いチェックしてみてください。ちょっと難しいかもしれないです。嗯，我觉得需要的需这个必须呢，用的是具体的事物。嗯。然后上面无需的需这个必须呢，是用于事情。嗯，なるほど。嗯。比如说。需要の需の方は物。嗯。具体的なものに対して使うことが多くて。对对对。必須の須の方、必須の方は事柄に対して使うことが多いですね。对的。比如说必须学汉语，明天必须来，这个都是具体的一件事情。嗯嗯。はい、今説明した内容は Facebook に、ですね、スクリプトを載せますので Facebook やってる人はぜひ見てください。うん、我的博客上也有、大家要复习的话可以去看一下。はい、ぜひチェックしてみてください。谢谢。はい、今週のメールはどうでしたか？うん、听力非常好、拼写呢也不错。うん、恭喜大家。这次听力呢、我在想是不是大家经常遇到这样的事情、所以觉得很简单。嗯，上次也有个朋友跟我说。他经常遇到飞机晚点。嗯嗯，听写主要错在刚刚说的敲门这个词上面。嗯，错的朋友呢是把敲门写成了墙门，还有出门、朝门等等，这些都是还是声调和拼音的问题。そうですね。あと炒面っていうのも。嗯，对的。有一个朋友说，外面有人炒面。嗯，这句话呢是对的，但是跟我们的拼音不一样。そうですね。はい。文法的には間違ってないんですけど、はい。実際に話していたのは敲门の方っていう単語でしたね。其实敲门很简单吧。嗯嗯。はい。下次不要再错了。好的，周日考试的朋友呢，不要紧张，好好发挥自己的水平，祝大家考试轻松通过。好。嗯。はい、今週はこの辺でおしまいですね。来週もまた見てください。うん、加油、再见。再见。